土屋町通りとランバー屋志望以降土屋町通りは京都市の南北の通りの一つである。西隣の通りは千本通り、東隣の通りは上福寺通、北は一条通りまで、南は竹屋町通りまでである。短い南北路であり、すべての区間が同市上京区に収まる。そもそもの定義は千本通りの一筋東の通りであり、南北は 上長者町通りから竹谷町通りまでとされる。江戸時代初期1615年に開通したと伝えられる。現在では北は千本通りまでとされ、いわゆる西人京国の中心を南下しており、例えばその道に存在する東西田原谷町666番地を土谷町通り一条下がると表示している。1956年に発行された。 映画便乱1956では、戦中劇場の所在地を土屋町通り一条下がる、西陣東映劇場の前身の東洋映画劇場の所在地を土屋町通中立売り上げると表記している。現在のルートを北から沿ってたどれば、西陣京極商店街の中心を南下して、中立売り通りと交わり、上場者町通りに至る。 上調者町通りに突き当たった地点から、数メートル東の地点から、そもそもの土屋町通が始まり、下立うじ通りのあたりをくねりながら、丸田町通りと交わり、竹屋町通に突き当たる。豊か構築所樹落城死刑賞に見る土屋町通。地図の上が東である。道通の開通した22年後に当たる1637年に、成立した。 官営十四年落中絵図にも土屋町通は記されており、当時は西から伸びてきた上長者町通りが道通で行き止まっている。これは樹落大以前、平安時代からの堀の痕跡としての定置が残っていたからと考えられている。1586年2月着工、翌1587年9月に完成した樹落大の時代にはやがて道通となる、 道のりの大部分がその敷地内にあった。樹落台は1595年8月以降に取り壊され、道通はその20年後に開通している。道通の北端である一条通りよりも北の地域で発達した西人織の産業と労働者を背景に、西人峡国が発生するのは明治時代以降で、千本通りを中心に寄せ、芝居小屋、 明治末からは映画館がにぎわった。道通沿いにも、先中劇場、西人東映劇場、西人劇場といった映画館が開館したが、現在ではいずれも閉館済みである。ありがとうございます。